どうもポンシラです。今回はゴジフォーやマベジ、さらにはリュウケンフォー、カマラゼ、石腕、ゴジブル、身勝手、純武、ブロリーなど今でも普通に使える優秀なキャラが出る可能性があるこの超マスターズパックを引いていこうと思います。今回このマスターズパックのチケットが、まあ、ここには1枚しかないんですけど、プレゼントボックスにあと3枚あるということで、合計4回引いて出たキャラ4人の中から3体選んで PVP もやっていこうと思います。狙いのキャラは持ってなかったら何でも嬉しいですし、マベジとかはね今超強いキャラなんでめちゃめちゃ欲しいですね。よし、それじゃあ引いていきますか。まあ、4連もあればね1体くらい LF 出るでしょうということで、さあ頼むよ。ほら、赤背景これ結構いいんじゃない。はいはいはい、スーパーサイヤ人にもなっていって、よし、パラパンも決めていく。これさ普通に LF 出るよ。さあ1体目のキャラは LF。 綺麗な花火ですよ。ちょっと待っていや確かにさ、新キャラでは持ってなかったけどさ、持ってないけどいつの時代のキャラですかこれ。いやガチか、まさかここでゲットすることになるとは思ってませんでしたね。このキャラなんか必殺の威力は強かった気がするんで、まあまあいいとしましょう。さあ2連目引いていきましょう。頼む、 LF 欲しいんだよな。石腕とかマジで欲しい。あ、緑背景これはあんまり期待できないな。さあ殴り合っていって、赤引っ張れからブロリー来い。まあ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 、さあ龍拳が出てこない。昇格かな。え、普通にスパーキング。たまるな、トランクスちゃんか。いやなんかめちゃめちゃ昔のキャラ出るんですけど、ちょっと待って、もうこの時点でさ、あのフリーザかトランクス使わなきゃいけなくなったんですけど、ちょっとこれやばいぞ。赤二突していくけど、こんなん戦力にならんぞ。さあ3連目頼む。石腕、カマロゼ、もう何でも嬉しい。龍拳4でも嬉しい。頼むよ。いや、タオペーペーが来るけど、いやベジータちゃんかい。いやこれ LF 出る気せんのやけど。いや頼むって、ベジータちゃん本当に頼む。お願いお願いお願い、 LF。 そう、クズ野郎悟空なら全然当たりでしょ。これで3突したかな。オッケーオッケー、全然。いやこれめちゃめちゃ嬉しいですね。クズ野郎悟空多分まあ使えなくはないと思うんで、いやこれは嬉しい。さあ最後引いていきましょう。今のところの戦力はクズ野郎悟空だけです。いやもうクズ野郎1体だけだったらもう本当に鬼畜になっちゃうから、お願い。やばい、絶対 LF 出ないやんこんなん。いやマジで LF 出なくてもいいから、もう強いキャラであって頼むよ。あーまずいまずいまずい、ガチでやばい。あ、ベジータちゃん来るけど、頼め。よいしょ、バカバカ言わずにかかってらっしゃい。あ、まずいねこれ。これ本当にやばいですね。ビーデルってなんか結構火力だけは出た気するんだよな。お、7突しましたね。ただクズ野郎悟空と色が被ってるんでちょっとまずい気もしますが、まあ頑張っていきましょうか。とりあえずパーティー作ってきます。はい、パーティー組んできました。クズ野郎接待パーティーですね。もうビーデルとフリーザは飾りです。しっかり全開アビとネイルで打光 100% 上げてるんで、火力だけは出るんじゃないかということでやっていきます。さあ地獄の始まりですよ。もう今日の目標はマジで一勝することですね。てかもう一勝できたら奇跡だよこんなの。さあ来ましたね、お相手さんは。まあそうだよね、こういう混血パーティーがたくさんいるんです。ただ今回の混血パーティーはピッコロさんがいるんで、パンちゃんにライジングをぶち当てればワンチャンあるかなって感じですね。頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。まずは離れましょうか。回避見て打撃ゃん振って、回避見て射撃打って、単発で抑えましょう。危ない危ない、跳ねて跳ねて跳ねて、やばい、キャラチェン回避しよう。やめて、タックルかぶせて速圧、オッケー速圧対応して、さあなんとか難を逃れました。これもうコンボ1回食らっただけで死ぬんでね。やばいやばいやばい、手札吐き強すぎ。キャラチェン回避、タックルかぶせて、メイン来るかな、オッケー、メイン読みして、特殊来るかな、いや特殊来ないか。いやこれもうビーデルさん捨てます、こうなったら。私のとっておき、いや耐えるぞ、それは耐える、さすがにさすがにな。よいしょ、オッケー、しっかり耐えていって、打撃キャン振って、オッケー、噛み合った、でかいよ。
さあ打撃からいきますが、ピッコロさんは出てこない。早めにメイン切っちゃって体力回復して殴っていきましょう。いや殴るっていうか、これもうかすってる。何もう全然効いてないんだけど。コテムーブがつれない。いい打撃アン振って、やべこれアーマー行くしかないな。オッケーオッケー。さあしっかりアーマーでコンボを取りますが、ちょっとまずい。マジでメイン切っちゃって、これかぶせたら、いや落ちないな。属性振り向こうあるもん。属性振り向こう強すぎだって。パンちゃんやばすぎ。属性振り向こう強すぎる。いやもうとりあえずライジングかぶせよっか。タクロ当たってよくて危ないね。かぶせるしかなくて、タクロ当たってよくて、あーんくっそやばい。覚悟しろ、耐える。もう下がってろ。おれまあまあまあ、この世の中ね、切り替えが大事なんで切り替えていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは青紫パーティーなんですが、これはクズ野郎の色めちゃめちゃ刺さってますね。ちょっとマベジ赤6凸がきつそうなんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。まずは離れて、あ当たっちゃった。大きな入れ込みはしっかりカバチェンできないね。いや入れ込みだけってことが分かったんで、まあいいでしょう。フリーザちゃんを生贄に捧げます。もう全然、生贄に、あはい死んでいく。さあここはタクル来ないかな。うわまあまあまあ、切り替え切り替え大丈夫、まだ2戦しかやってないんで。さあ来ましたね、お相手さんは孫一族にウルベジをぶっ刺してますね。クズ野郎の色も刺さってないし、これはきついぞ。さあよろしくお願いします。まずは離れましょうか。打撃ちゃん振りたいな。痛いですね。跳ねて単発目で下がって、タックル回避いって、オッケー、これは確判ですね。さあクズ野郎ちゃん、いいね、いいとこ出たね。さあ射撃からつなげていって、パンちゃんが出てくる。どうですかこのミリの攻撃力、全然効いてない。さあ打撃からつなげていきますが、マジで削って、これ削ってる。ちょもうやばいってこと、もう助けてくれ。必殺あったらワンパンされる。あワンパンされるぞこれ、マジでマジで。あ神ゲーだマジで。俺に任せろ。特殊切ってくる。離れましょうか。パンちゃんにとりあえずライジングをぶち当てるしかなくて、回避して射撃打って噛み合いますが、気力がない。跳ねて、いや気力ないんだってマジで。ダメだ、なんでパンちゃん強すぎるって。跳ねて跳ねて、 OK 最速取れたんですが、マジで気力がない。さあ開始アーツをしっかり勝っていきますが、ちょっとどうなってんのこれ。パンちゃん早っ。必殺ある。あこれもワンパンされるんじゃない。楽しい。なんだこのゲーム、噛み合わない。跳ねて、あーいや楽しいですねこのゲーム。うん、今までやってきたゲームの中で一番楽しいかもしれません。さあ来ましたね、お相手さんはもういかつすぎ。これどうやって勝てっていうの。なんかフリーザの必殺能力がバグって、パンちゃんワンパンしたら勝てますね。さあよろしくお願いします。頑張っていきましょう。跳ねて、さあここはタックル回避いきましょうか。交代ムーブ釣れるんか。あーこれはもう一体死にましたね。はい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 、もうこんなの当たり前、もう全然いいよ。上げる上げる、ワンチャン耐える、ワンチャン耐える。フリーザちゃんワンチャン耐えてる。オッケー耐えた。え、これさ、ワンちゃんワンコン耐えるぞ。あー怖すぎ、危ねえ。さあここは跳ねて、いやパンちゃんの気力減少強すぎ。お最速取れましたが、パンちゃんガチ強い。さあ打撃からいって、あこれ必殺だったら、ま、あるやん。だってパンちゃんで必殺呼んできたもん。あ終わったこれ。はいはいはい、しっかり当たり前のようにワンパンされていって、うわやりたい放題だ。にいやマジでまくりますよ。こっからまくったらもう、あの iTunes カードの皆さん100万円分ください。おれもうダメだ、もうこのパーティー使うのは僕にはちょっと早かったみたいですね。さあ来ましたね、お相手さんはもう勘弁してくれほんまに。回避見て、もう一回もう一回回避して、あ終わった。はい、もう皆さん決めました。次の試合で勝てなかったらもう今日の動画はおしまいです。もう勘弁してください。さあ来ましたね、お相手さんはめちゃめちゃいかつい混血パーティーですね。絶対勝つ、最後に勝ってハッピーエンドで終わります。よっしゃガチ集中します。さあよろしくお願いします。まずは離れましょう。打撃アン振って、やばいキャラチェン回避して、オッケー最速取れたらでかいよ。
まあここは打撃からつなげていって外しちゃおう。外して打撃打って、オッケーオッケー、いいよ。カバチェン外しもしっかり決めていって、もう一回外して射撃打って、オッケーオッケー。さあいい感じだよ。かぶせましょうか。いや、かぶせてもあんま旨味ないんで、やっぱやめて射撃相殺して単発で抑えてタックル回避行きましょうか。タックル回避から射撃打って、いや今特殊でよかったな。メイン切って、いやかぶせよう、マジでかぶせよう。いやでも属性振り向こうになっちゃったな。いやどうしよう、まあ気力減少もされて跳ねてかぶせようか。 OK、 射撃にはしっかりかぶせますが、いやなんでなんで気力なくなるのこっちも。打撃は振っていいよ、でも弾は結構集まってる。かぶせよう、痛いね。跳ねて単発読みで下がって打撃は振ってよ、いいよ、集中してるよマジで。オッケーオッケー、これ必殺なくなったのめっちゃでかいですね。さあどんどん跳ねましょうか。固定ムーブが釣れない、打撃キャンに射撃アップね。さあここは外して特殊打っちゃって、石腕来い。いや石腕来ないけど、まあどんどん殴っていきましょうか。石腕出てくるかな、中距離で射撃アップね。なんで外した今。さあ跳ねて、とりあえず1周目かぶせよっか。射撃打っちゃって、うまい、いやこれはお相手さんめっちゃうまいわ。いやとりあえずライジング1周目をね早めに当てたいんですけど、アーツ打ってきてくんないかな、アーツ打ってきてくんないか、やばい。単発で抑えて、いやどうしようかな、何してるんだ。ライジング来い、来るわけないよね。タックラかぶせて即発単発止めか、何だ何だ何だ、メイン切っちゃって、何してくるかなこれ。射撃打って痛い、いやもうかぶせよう。いやとりあえず踏ん張りの皮を剥がせないかこれ、ちょっと待ってちょっとやらかしたかこれ。いや剥がせそうではあるな。さあ踏ん張りの皮を剥がして、いや剥がさないけど、まあ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 許容範囲。いやあーバカうめえ、いやこれはやられた。いやまあとりあえずリーデル捨てるか、いやもう全然いいよ、全然リーデル捨てていって、特殊で核反応みたいな。タックルかぶせてずらして回避回避しっかりずらしますが、タックル回避いって OK。 さあ特殊でテレキネ入れていって中距離で射撃打っていいよ、ワンチャンあるのか。とりあえず必殺ぶち込みましょう。よだめだなこれ勝つには。射撃消化したかった、まあまあいいや。とりあえずライジング2周目貯めたいんでね、射撃消化して打撃アンに射撃合わせて OKOK、 マジでミスないぞ。さあ射撃から、いやこれ外したくないんだよな。いやパンちゃんが出てくる、ちょっと待って、あと66カウント粘ります。甘キャンいきましょう、オッケー。いやガチで集中してるよ、いやマジで勝てるよ。さあ射撃から気力ないわ、マジでパンちゃん強い、マジでパンちゃん強い。跳ねて打撃アン振って気力回復しよう、打撃アンに打撃合わせて OK、 あるよ。パンちゃん気力減少マジ強いわ、オッケーオッケー。でもこれで使い切ったかな、さすがに痛いですね。跳ねて後転ムーブが釣れないんですね。タックルかぶせてずらして2連でいいや、いやまた回避回避してくんのか。さっき回避回避刺さらなかったんで、今度は回避見て圧すると思ったんですが、やばい、あと37カウント耐えます。僕はマジで耐えます、マジで耐えるよ。いや消化しちゃおう、やめて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 、おれやめてやめて、ライジングやめてやめて、ライジング来る、オッケー。これ手抜きね、かかったね、よっしゃあるぞ、生物があるぞ、外して射撃撃ちたかった。待ってほんまに打撃に打撃合わせて溶かす。いやこれ2連する、どうしよう、2連でいいや、2連で、なんで回避回避やねん、全部回避回避や、僕の勝ちだ。本日もご視聴ありがとうございました。